家に誰もいないから荷物来るよって言われてたの忘れてた。疲れた疲れちゃった留守番してたの。走ったよ階段だし iPad じゃない、ちょっと待って、疲れちゃった。ちょっとなんかね、息切れっていうより疲れた息切れなんだけど、多分玄関まで100はないんじゃない、どんぐらいだろう。早く行かないとさ、本当に心臓が疲れてます。すごい顔で止まって、最悪最悪なんだけど早く行かないとさ、配達員さん帰っちゃうから。私もこの後出るじゃないですか。そうで、パパとママが帰ってくる前に、じゃあもう一回来ててもあれだから。絵に描いたような驚いた顔で止まってましたいや、今来るかと思ったもん。うん、そんな、そんな、何そう、多分それでループしてた。いや、忘れてたわけじゃないんだけど、さすがにこの時間に来ると思わなかったよねえ、待って、そんな顔やばかったの？カラオケ配信しよう、じゃあなんかめっちゃ 顔やばかったみたいなコメント多いから、映像倉庫から消しとこうふ最近使いすぎだよね、カラオケ。何にしようかな、何がいいかな。今日は9月24日。何がいいかな。
に行こう。あ、あれにしよう。完全なる変顔隠し。完全なる変顔隠し。マックミックさん、パナさん、ハートありがとうございます。キョネスありがとうございます。あ、ローモバが続々と領地に戻ってきてる。スクツ行きたいんだけどな、連れてってくれる人いないかな。私が強くなればいい話なんだけど、弱いんだよね、激弱だからさ。ドロスリー2枚も来た。そんでドボンされるし、もう最悪だ。今日マジついてないな。運なさげ。北里公平さん、ハートありがとう。キュンです。チームよちゃんさん、ハートありがとう。キュン、間違えた。緑だるまありがとう。あ、違った。最悪メイクはさ、向こう行って、まあ、時間はそんなにないんだけど、最悪まあ直しぐらいはできるじゃないですか。でもね、爪はできないなと思って。そう、爪は今日の朝やろうと思って、そしたら眠い、朝起きた早く。すごいなんか詩人みたい、朝起きた早く。そうだから、いやできるんだよ爪もね、やろうと思えばね。でも持ってくの重くない？あと臭くなるし。そう、ミスドを買ってきました。今何やってんの、ミスドって。芋のポンデリングが美味しかった。さつまいものがあったけど、
普通の買った、あ、いいね、普通の買ったんかい普通の買ったんかい。ミスド行っても私いつも同じのしか買わない。さて私が買うのは何でしょう。2つあります。ちなみに オールドファッション正解。何？この配信ではフレンチクルーラーが人気なんですか？フレンチクルーラーじゃないです違います。ブブー、残念。次行こうドボンじゃん。出てこなくなっちゃった正解は私も名前わかんないんですけど、ハニーリップみたいなやつ、なんかリスの尻尾のやつ。これ？これです。なんかドーナツはなんか工夫とかいらない。私基本のものが好き。しゅんごさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんかもともとハニーリップはそんなで、ずっとオールドファッション、なんかパパが買ってくれるって言った時も、まあ大体2個ずつ買ってくれるんですけど、まあ、いつもオールドファッションとオールドファッション2個買ってもらってたんですよ。そう、でもなんかスタバで行った時に、なんだっけ、あれ名前出てこない、あったんですねシュガードーナツみたいなやつがあって、でまあそれを食べたんです。その時ってえめっちゃ美味しいってなって、でなんかその次、そのだいぶは経ってから後にミスドってなかなか行かないじゃん。いや、わかんない、私は行かないんですけどミスドに行った時に、なんか似たようなのがあるなと思ってハニーディップを買ってみたら、え、ほとんど変わんないよと思って、うまーってなって、そっから
もうハマりました。まあ、もちろんスタバの方がなんかなんだろう、ずっしり感というか食べた感とかはすごいあるんだけど、なんか私はドーナツポンって軽く食べたい人間だから、そうだからあれは嬉しいです。ミスドのハニーディップ、みんなもぜひ。ごめん今1しか出せない、 T1 しか出せない。死ぬかな、死ぬとか言っちゃダメ。あ、新しく作ればいいんだ。え、時間間に合う？30秒、待って無理、間に合わない。あーダメだ、どうしよう。とりあえず1でも行かせる。はい、ごめんね、ちょっと今1しか無理。1を2人出すよ。ごめん、ちょっと今あれに行ってて、あの 採取に行ってて、資源の。申し訳ない、これ見てる人何の話って思ってんだろうな。ローモバ知らなくて、ローモバ知らずに見てる人、この人何の話してんだ、資源の採集、頭大丈夫ってなってんだろうな。大丈夫です、至って正常。車で東京に行く予定はありますか、だって昔ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、昔そのまあいわゆるレロネとかレロネとか、レロネとか、レロネとかに行くときは、なんかその時は新幹線がなかったので、パパが頑張って運転してましたはい、そうですね、うん、基本橋本家の遠出って車だよ。まああんまり公共交通機関使わないか。え、車って公共？違うよね。うん。そう。だからまあ3、4泊ぐらいするんですけど、その。それを例えばなんていうの、まあ1日目はパパも疲れるからさすがに、だからあんまりそのなんかいろんなとこ行かずに、まあ、2日目とか3日目に に行ってまあ2日目とか3日目に、まあ、別のところで、まあ、1日ほらほら遊んでみたいな。そうで、いとこが関東圏に住んでいるので会ったりとかしてました。そうです、全部パパの運転、わかんないんだよね、多分ママも運転してたと思うんだけど、なんのせ子供は寝てたのではい、ちょっと知らないですね。どれくらいかかるの？だって、調べて。あれで Google マップで調べて。
うん、頼んだ。そうですね、だからそんな感じでした。待って、めっちゃダッシュしてさ、ちょっと今さ胸痛いんだけど待って、体力ゼロ、体力ゼロになった説。チームようちゃんさん、紫だるまありがとうございます。遠出は3時間超えるとしんどい。マジ？そんな長く運転したことない。お仕事戻ります。あ、もう1時間ありがとう。いや、東京行くのに体力は使わないようん、運転手さんが体力使うだけであって私は体力使わないです。2時間ポーってしてるだけでいいんで。はい。え、最長私どれくらい運転したかな、時間で言うと。でも1時間弱ぐらい運転しましたね。したことはあります。うん、まあもちろん途中どっか寄ったりとかしてたけど、車で県外は出たことないですよ。待って、1時間もしてないかも、ごめん待って、ちょっと持った今。まあでも、まあ往復とかで考えたら、はい、車で県外出たことない。出る必要がない。ハルピョンは高速あんまり走ってない。高速教習っていうのあるじゃないですか。あれっきりです、本当に。うん、しかもなんかあんまり言っていいのかわかんないんですけど、私が高速教習した時に、そのなんか結構普通だったらね、結構長い区間走ってってなるらしいんですけど、なんかその私たちがそのする時にたまたまなんか工事しててそうで、なんかだからその長い区間をじゃなくて、なんか一回降りてみたいな、なんか3人ぐらいで高速教習したんですよ。そう、3人とその教習所の人1人と4人で乗ってしたんですけど、そのまあ区間行くじゃん。で1人目で2人目が1回折り返して3人目みたいな感じだったんですけど、なんか私はその折り返す人間だったので、なんか「あ、高速走ってるぜ、長い期間、長い区間ウェイ」みたいな感じじゃなくて、折り返させられたから、なんかみんなより高速走ってる感覚なくてそう、そうなんですよ。だからなんか
いいのかなって感じ。うん、そう。でも高速の方が楽って言いますよね。いや私は無理、怖いけど。でもそのまっすぐ走ってるだけでいいから、飛ばすけどうん、飛ばすけどまっすぐ走ってるだけでいいから、高速の方がまあ楽って聞きます。てかその時に言われました。高速なんてだって誰もいないんだよ周りにみたいな、だから楽だよって言われて、いやそれはあなたが散々運転してるからでしょと思ったんですけどうん今ってさ、教習所とかもさ、だってそんなん車で密ですとか言われたらどうするんだろうね。え、むずっ。私の時はまだこういう状況じゃなかったから、その4人で高速教習行ったりとかしてたけど、うん、どうすんだろうね。思わない？でも2人ともマスクしてたら長時間一緒にいても平気みたいなさ平気っていうか、その濃厚接触者には当たらないみたいな、そう、どう車で教習員の方がなって車でってか教習員の方がなったとして、その人がなねえ、どうなんですかね。むずいですよね。まあそんな話はいっか、うん、まあいっか。そろそろかな、私も配信終わって準備したいと思います。あと5分あるやん、お守り。こちらこそありがとう。ということでランキング読みます。そうなの、悲しすぎる。7時なら携帯触れる、いい時間だ。同じくごめん、このさっきからこの人たちしか出せない私、ごめん、 T1 がお邪魔してごめん本当に帰れって言わないで。朔太郎さん、サットさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。配信終わるよ。これは今日の朝頑張って早く起きてやった。見て、秋っぽいネイルでしょ。秋なんていうの、秋、オータムっぽいネイルにしました。
じゃーん。セルフです。だからちょい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 すごい横はみ出してんだけど、まあ、こういうのは手洗っていくうちに取れていくんで、まあ、この時期手洗うの多いので、まあ、ちょっとずつ取れます。大丈夫。ということでランキングいきます。1位ともゆきさんありがとうございます。2位マックミックさんありがとうございます。うん、ちょっと待って。3位噂の滝兄さんありがとうございます。4位乾さんありがとうございます。5位みやこさんありがとうございます。6位山内さんありがとうございます。7位パンダさんありがとうございます。8位ネバーストップアットお腹なっちゃった、夏も終わるさよならサーフボードさんありがとうございます。9位頭隠して赤鼻隠れずさんありがとうございます。10位カートピョンダさんありがとうございます。11位北里光平さんありがとうございます。12位チームようちゃんさんありがとうございます。13位全面優勝あと韓国のピョンゾーパーカムサムニダありがとう。そして本日のラッキー88位はたこ焼きアントマン。うっ、ゆいさんがツイートしてる。スピタチさんかな、スピスプリタ SPLITACHI さんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございます。20時45分はさ絶対的に無理なんよ。もう見れない今日ゆいさんの配信。涙しか止まらん。誰も悪くないということで皆様もお仕事この後頑張ってください。私も頑張っています。ということでそれでは最後にランキングじゃないキャッチフレーズをして終わりにします。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたに聞いてきたよ。お届けしちゃって山県代表春ぴょんことはジョータラでした。すごい移動気をつけてねって言われたけど、私じゃなくて気をつけるの運転手さんうん、私じゃない、運転士、運転手、運転の人だから気をつけてもらおう。ということでバイバーイ。おやすみなさん、おやすみじゃないや、またねー。